皆さんごきげんよう。腐ったメガネはお嫌いですか？この番組は BLCD を3000枚聞いた BLCD ソムリエの篠先生による BLCD 好き、 BLCD に興味がある、 BLCD の世界に引き込みたい人に向けた BLCD 布教番組です。今回も篠先生よろしくお願いします。今回は篠先生の最近のおすすめを教えていただきたいです。最近のおすすめか、そうか、最近っていうか、はい、ここ1年2年ぐらいなんだけど、はい、私の中で大好きな声優さんが確固として一人おりまして、はい、その人もばっかり聞いてるっていうかね、この間ねちょっと運転してたらこの作品もいいなって思ったのがあって、うん、今日ちょっとそれを紹介したいと思います。 お願いします。ジョーと仕立て屋という作品です。女王と仕立て屋、女王と仕立て屋で、私がこの2年ぐらいいいないいなと思っている方は新垣太郎介さん、聞いたこと何回もありますねよーよーって言ってね、篠さんからよく聞いてますちなみにこの新垣さん、はい、なんで特におすすめしたいかっていうと、新垣太郎介さん攻め受け両方やられる方なんだけど、これ受けなのね。しかもおじさんで受けなのね。年上ってことですか？そう、だから年下攻め、ちょっと異色というか、今日車の中で来るとき聞いてきたのがさ、新垣さん高校生だったからさ、そんな幅広いんですかまずは女王と仕立て屋のあらすじを読んでいただきたいな。その店のスーツを身につけた者は成功を収めると言われている骨董通りにある仕立て屋志田。仕事の合間に店を訪れたインテリアデザイナーの城野近江はこわもての不愛想な男と出会う。彼こそが伝説の仕立て屋志田だった。仕事に誇りを持つ志田の姿に仕事で行き詰まりを感じていた近江は憧れ惹かれていく。頑張り屋のインテリアデザイナー×伝説の仕立て屋の恋。はい、このストーリーだけでラブストーリーを予感します。予感するでしょ。しますいい綺麗なラブストーリーの予感がする。ドラマっぽいですね私ハードボールドものも好きだし、それこそね SM じゃないけども攻める系も好きなんだけど、うん、そういうのから言ったらドラマチックな起伏はあんまりないんだけど、ゆっくりなんかって聞ける、ハラハラドキドキしないで聞ける CD で好きなんですよ。新垣さんのおじさんっぷりが、攻めの城野近江くんっていう村田大志さんがやってる役っていうのが新人インテリアデザイナー、大学出てインテリアデザインの会社に入って、うん、先輩についてよし頑張ってやっていくぞみたいな駆け出しで頑張ってる最中で、この子のお家実家がすごい金持ちなのね。会社やってて長男なんだけど、親とかも自分の会社に大学出たら来るって思ってたのに、俺はそんなんじゃなくてインテリアデザイナーやりたいんだって言って実家に就職しなかった。実家は全然違う仕事をしてるんですね。そうそうそう、だからこそ余計に頑張らなきゃって言って今頑張ってる最中なので、新垣さんがやってる志田哲也っていうのが仕立て屋さん、スーツを作る、はい、テイラー、この人のお店でスーツを作ると、もしくはこの人のお店で作ったスーツを着ると出世するっていう都市伝説じゃないんだけど、そういうお話があるのね。じゃあ俺もインテリアデザイナーとして出世してもっと頑張れるようになりたいって、まず志田のお店に来たのが始まり、そこからスーツを作ってもらいたくて行ったんだけども、志田さんが仕事をしてる職人の心意気というか熱意というか仕事に対する向き合い方に惚れ込んでしまうわけですよ、うん、で用もないのに行ったりするの、お店に。志田さんの方もちょっと可愛くなっちゃって、志田さん志田さんでお店でお仕事を一人でしてる人だから、うん、いつの間にやら2人はそういうお関係に、ちゃんとね、告白するんだよ、あなたのことが好きなんですみたいな盛大な告白があって、志田さんも可愛がってたから、くっつくまでのすごく大きな話があるっていうよりは、くっついた後に近江くんのお姉さんが出てくるわけ。ここからがまあ一波乱っていう感じかな。志田さんは実は結婚歴があって離婚してるの。隠していたわけじゃないんだけど、うんうん、まあ別に聞かれもしなかったし言わなかったわけよ近江くんに。たらお姉さんがうちの弟をたぶらかしてるやつってどんなやつねんって調べたら離婚歴がある。それを弟と志田が2人いるところで、あんた結婚してたんでしょっていうことをまあ暴露するわけね。爆弾落とされて近江君がそれに対して考え込んでしまうと、なんで話してくれなかったのって、話さなかった理由っていうのが余計な心配をさせないようにと思ってみたいな。志田さん自体は人の先回りをして相手が不快にならないようにっていうのをしちゃう人なの。今日聞かせたいところが一番最後のトラックで、その2人でそれの喧嘩があったところで、しばらく会わないって
オミ君はお店に来なくなっちゃうね。志田さん基本的にワーカホリックなもんで仕事詰めるんだけど、いろんなことがごちゃごちゃして疲れ切ってしまうわけ。オミ君にお電話をして初めて弱みを見せる。疲れちゃったって言われて、オミ君志田さんのところに駆けつけましたっていうところからがスタートします。楽しんでほしいのは新垣さんのいい感じの中年男の哀愁。抱かれてても哀愁があるの。しかも包容力もある。抱かれてんのに抱いてるんじゃないかなぐらいの包容力を持って受けをしている。そこをぜひ堪能していただきたいです。わかりました。ではでは、女王と仕立て屋トラック6、頭から最後までいきます。 GO！場所はどこ？風呂？どこ？ここはどこ？どこか教えてくれない。あ、入っちまった入っちまった入っちまったから音がでかい。エッチ終わりましたはい、しっとりしてました。美味しいバームクーヘンみたいな一個びっくりしたのが、オウミ君はお前とか哲也って呼び捨てなのに、志田さんの方をめちゃめちゃ敬語だし、逆じゃないみたいな逆ありますよね村田大志さんめっちゃ声可愛い感じじゃないですか。普通だったら逆なんだろうなっていうのも合わせてちょっと楽しかったです。絶対普通だったら逆と思う。逆、おじさんかどうかはちょっとわかんないですけど、哀愁はわかりました。わかった。この人人生いろんなことあったんだろうなっていう想像させる感じですか。お姉さんいらんことすなって感じですね。いろいろと兄弟の恋愛事情に口出す人いるって思いましたけど、漫画読んで思うのはお姉さんがめっちゃブラコンなんだよ。俺デザイナーになるからって言われて急にポッていなくなっちゃったから、こそ余計お姉ちゃんは心配だし、家を出ちゃってるからね、離れてしまったことによっていろいろ気になっちゃうんだろうね。まあ、ただ口出ししすぎだよね。弟も姉ちゃんに電話してわざわざありがとうとか言わなくていいって思いました。なんかエッチシーン、うん、割と普通に聞けちゃいましたね、うん、あんまりなんかギャーってならなかったです。しかもギャーって言うほどのことやってないじゃん、この人。やってない今まで聞かせた中に比べたら結構あっさりって言ったらおかしいんだけど、はい、そんなに2人もわちゃわちゃしないし、しないし、なんかセリフがすごいドカーンっていうのがあるわけでもなく、うん、ないし、はいはいそんな感じですか。はいはいみたいな本当にしっとりとしっとりと焼き上げたバームクーヘンでしたなんか BGM もすっごいゆったり流れるみたいな。でバテンがあった時に私ちょっと感動したのが、時計の針の音入ってて、あ、シーンが変わった、場所が変わった。おそらく志田哲也は寝てるか何かで、自分オウミはお姉ちゃんに電話かけてるっていうのが、時計の針の音だけでこんな分かりやすいと思って、なんかすごい感動しました。八谷さんですから、演出八谷さん、はい、大好きですもんね。大好きですよ。この作品何がすごいって、まず BL の信頼度の高い新垣さんが出てるでしょ。でさらに脚本が笹さんでしょ。はい、大好きですね。演出八谷さんでしょ、ね、ほら何この安心感しかない。完璧な夫人、完璧な夫人。なんか原作はおそらく漫画か何か、漫画、そこのシーンを私は読んでないけれど入ってきましたね。はいはい、一個質問があって、女王って何ですか。女王のオウミくんだから、そっちか。そうで、年下のくせにちょっとさ、こいつ生意気で上からじゃん、はい、生意気です、うん、このキャラクター性もあって、オウミくんのことを女王様って。一番最後のシーン、自分の仕立てたスーツを着せて仕事に送り出すっていうところで、頭上に燦然と輝く何って言わないんですよね、うん、何が輝いてるか言わないんだけど、おそらくビジュアルのあれだなと思ってそれでタイトルに結びつくのねって思ったんですけど、そもそも女王って何って思ったら、まさかの名前、すっきりしました今日も篠先生ありがとうございました。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。